はい、それではですね、古文単語が1日6個、55日間で、なんと共通テスト前までに330個、この動画を見るだけで自然に単語学習がルーティン化できます。それでは、行ってみよう。 Hey, guys! This is Rizu Kibetsu Channel. はい、それでは1日3分古文単語2日目です。まず前半の3つをやっていきます。7番、みゆ。みゆというのは、自発と受け身と姿を見せるという意味があります。で、自発の方が見える、受け身の方が見られる、そして3つ目が姿を見せる。見える、見られる、姿を見せる。見える、見られる、姿を見せる。さあ問題です。みゆの意味は、そうですね、見える、見られる、姿を見せる。はい、では次8番、会う。会うの意味は一つです。もう会ったらすぐ結婚だ。会ってすぐ結婚。ね。会うは結婚する。会うは結婚する。さあ問題。会うの意味は、そう、結婚する。では、9番。いる。意味が2つあります。いる。まあこれはですね、じっとしてるという意味なんですけども、まず1つ目が座る。まあじっとするってことは座ってるんだね。座る。2つ目が動詞の連用形とか、助詞の手の下について、何々している。まあ、いるの上に手が、ね、助詞がついてれば普通に手いるなんで、その訳すだけですね。もしくは動詞の連用形の下にいるがあれば、何々していると。さあ、意味二ついきます。座る、何々している。座る、何々している。では、いるの意味は？はい、OK です。はい、それではですね、二日目前半の復習をしましょう。7番、みゆの意味を三つ。そうですね。みゆの意味は、見える、見られる、姿を見せる。で、自発、受け身、姿を見せるですよね。見える、見られる、姿を見せる。では、8番、会うの意味、一つ。そうですね。会うは、会ってすぐ結婚だ。ね。会うは、結婚するです。では、最後、9番、いる。はい、いるの意味は、座ると、ている。座ると、ているです。何々しているです。OK ですかね？では後半に行きましょう。Hey, guys! This is Rizu Kibetsu Channel. はい、それでは後半の3つ行っていきましょう。まず10番、ありく。意味は2つです。1つが、動き回る。2つ目が、何々して回る、何々し続ける。はい。動き回る、何々して回る、何々し続ける。動き回る、何々して回る、何々し続ける。では問題、アリクの意味は？はい、そうですね。動き回る、何々して回る、何々し続ける。では次、11番、飽く。飽く。まあこれは飽きるっていう意味の、ね、飽きるっていう漢字を書きますけども、古文では満足する。飽くは満足するです。ちなみに、飽かずになると、満ち足りないと。うん。嫌にならない。飽かずは満ち足りない。嫌にならないですね。では、飽くの意味は？そう、満足する。では、飽かずの意味は？そう、満ち足りない、嫌にならない。では、今日最後の12番、美しい。意味は2つです。美しい。可愛らしい、立派だ。可愛らしい、立派だ。さあ、美しいの意味は？そうですね。可愛らしい、立派だ。はい、それでは後半の確認テストに入ります。10番、ありく、意味を2つ。まあ、3つの方がいいかな。意味を3つ。大丈夫ですか？動き回る、何々して回る、何々し続ける。OK ですね。じゃあ、11番、あく、意味は2つです。はい、あくは満足する。で、開かずになった時に、満ち足りない。まあ、嫌にならないもさっき言いましたね。はい。満ち足りないとか嫌にならないと。はい。では、最後。美しの意味、二つ。はい。可愛らしい、立派だ。OK ですか？はい。ってことで、今日の1日3分古文単語はこれにて終わります。最後に問題ありますので、チェックしてみましょう。それでは、レッツゴー！
You're gonna be whatever you say. You may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.